ラグナロクオンラインでの黒歴史エピソードが聞きたいです。なんだよこの質問はよ。急にラグナロクオンラインの話が飛んできたな。急にラグナロクオンラインの話が飛んできたな。確かに結構ラグナロクオンラインと共に生きてきたなとは思います。ラグナロクオンラインと共にこう成長してきたなみたいなところはあるんだけど、俺結局そのやってたラグナロクオンラインで結構昔で、その発行まで行ったのが一人ぐらい、一キャラぐらいで、せいぜいそんなもんなのよ。だからあんまりやってない、正直。その今でもやってる人とかの話は全然わかんないし、なんか、ジョブの何時職とかのやつもなんか後半のやつよくわかんないし、あんまりわかんないけど、まあ、黒歴史エピソードはあんまりないような気がするけどね。最初期の時って本当にさ、黎明期で、まあ、ラグナロクオンラインというか、そのネトゲ自体がみんなそんなに慣れてなくいい時期だったのね。で、昔、なんだっけ、青箱だっけ、紫箱だっけ、なんか開けたらさ、アイテム出てくるアイテムあるじゃん。なんだっけ、あれ。青箱か紫箱か忘れたけど、なんかそういうアイテムがあって、でそれをか露店で売ると、露店に出すと、まあ結構高いお金で買ってくれたりするんだよね。何箱だったか忘れちゃった。まあ、で、そのアイテムと、すごくよく似た、なんてことない、なんか、ゾンビ系のキャラが出す謎の箱みたいなアイテムがあるんだけど、あれをね、それなりの値段で置いとくとね、結構売れたなっていう話。なんかそういう、こう、なんだろうな、黎明期あるあるのことはね、よくやってましたね。いや、別に何も悪いことはしないんだけど、なんか、その手のアイテムを売ってる商人の隣で、なんとなく置いて、すげえちょっと安いぐらいの値段で置いて、なんか、すげえ売れたな、やった、みたいな。はよくやってましたね。ね、本当の黎明期は、まあ、ガチの最初はバフメットがでかかった時期だと思うんだけど、ラグナロクオンラインアルファベータ、アルファテストの時の話なんだけど、多分ね、アルファはね、さすがにちょっと古すぎてみんなわからんと思うんだよね。で、ベータテストあたりは、まあ多少知ってる人もいるのかなぐらいで、まあ自分もベータからなんで、アルファはあんまりわからん。アルファやってた人の話しか知らない。黒歴史エピソードってなんかあるかね。いやー、ないなー。なんかその昔ってすげえボットツールが流行った時期があったけど、まあ俺はちゃんとねそういうの使わないでやってたし、あーでもあれは使ってたよ。そのなんだっけ、回復アイテムをこうなんか自動で使ってくれるやつ、なんだっけ、芋をなんか勝手に食ってくれるやつ。まあ、途中から良くないって話になってやめたけど、あと時給が出るやつか。古すぎるね、話が古すぎてちょっとあれなんだけど、まあ、なんで黒歴史はね、そんなにないっすね。なくて、なんだろうなあ、自動芋、それだ、それ。よく覚えてますね。いや、痛い名前ではやってなかったっすよ。ダガー、カモネ、ダガーとかじゃないんで、普通にカモネでやってたかな、確か。で、まあなんだろう。例えばその、大昔ってもうほんとめちゃくちゃなゲームで、例えば、今みたいに、今じゃないや、途中で変わったんだけど、昔って、その回避の計算が、AGI が一定以上、相手のステータスのパラメータを超えていたら、絶対回避だったのね。100体に囲まれていようが、その辺変わんなくて、途中からね、複数体に囲まれると、なんかその、なんだ、回避率が下がるっていう仕様が追加されたんだけど、それが追加される前ってほんとめちゃくちゃで、この狩場だったら、
ね、アギがね、AGI がね、いくつ以上だったら絶対に死なないみたいな感じになっちゃって、そうそうそう、AGI ウィズっていう悲しい職業がいたんですよ。あの、AGI とイントしか上げていない悲しいウィザードリー、いたんですよ。あの、すげえ溜め込んでハイ魔法を打つだけのね、ひどい職業がいたりしたんですけど、まあそういうのはね、よくやってたし、あの、なんだ、ビットを上げまくって、火ダメを1に固定して、自動回復で補えるようにして、まあ今で言うキリトだよね、キリト。キリトのさ、あのエピソードすごい好きなんだよね。敵の山賊みたいなやつに囲まれてさ、めっちゃ殴られまくって、でも抵抗しないでずっと殴られ続けていって、なんか相手のさ、その時速というか、与えるダメージの速度を見て、いくつぐらいか、俺の相対力はいくつだ、俺の自動回復よりもお前の攻撃の方が低いから、つって、絶対にお前の攻撃で俺は死ぬことがないみたいに言い切るシーンがあるんだけど、ああいう感じでね、狩りをしてることは多かったね。けど別に黒歴史でもね、なんでもねえからな。多分その RO で言うとこの黒歴史って、例えばさ、その、なんだろう、ロールプレイをする?かっこいいキャラクターの名前にしてロールプレイするか、なんかレモンちゃんみたいな名前にして、レモンちゃんちょっと露骨すぎるんだけど、まあ、ネカマをするとかだと思うんだけど、俺ネカマはね、してこなかったんだよね。いや、でもごめん、嘘だわ。キャラクターは全部ジョキャラだったから、ネカマといえばネカマなのかもしんない。けど、チャットは普通に俺だったかしな。別に、なんかそういうプレイはしていなかったかな。だからそういうのをしてた人はかなり黒歴史になるんじゃないのかなと思うんだけど、ね。という感じで、あんまり黒歴史はね、ないですね。そのなりでは信用ならない。ああ、確かにね。この状態とだから同じなのよ。そのアバターは、なんだろう。ゲームプレイ中ずっとケツを見ることになるんだ。いいから主人公は女にしとけ、新一ってさ、言うじゃん、ミギーが。ミギーがさ、その新一に言うじゃん。主人公は女にしとけって言うじゃん。あれなのよ。だから、ずっと見るんだから、まあ、女キャラの方がいいかなっていう考えはずっとある。かな。はい、という感じで。そんな感じですかね。あ、確かにね、当時はボイスチャットなんかなかったから、昔のチャットは、まあゲーム内のチャットを使うか、まあ、大体 IRC だったね、確かに。こないださ、その全然昔語りおじさんになっちゃってあれなんだけど、桜、何か、うかがか、と、うにゅうと、ウィンアンプの画像がツイッターに流れてきて、さすがにちょっとお茶吹き出しちゃったね。やばすぎるでしょ。ウィンアンプやめろよ。で、ウィンアンプで流れてるのが、なんだっけ、なんか、リーフ系、キー系の曲のやつで、で、歌詞が表示されてんだよな。あれを見たときにね、ちょっと変な汗出たね。自分も昔はウィンアンプのスキンとか作って遊んでいたよ。そんな時期がね、俺にもありました。今、30、40、50、50はあんまりいないかもしれないけど、ぐらいのおじさんたち、だいたいその辺、なんかなぞってきてるはずだから、ね。いろいろあったわね。はい。という感じです。お便りいただきありがとうございます。黒歴史はないです。